トリナです。新潟県出身です。前半は39でした。後半はボギー打たないように頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ロック村ほのかです。出身地は東京都です。ベストスコアは67で、前半は4オーバーでした。ちょっとバーディーを今日まだ取れていないので、後半はたくさん取れるように頑張ります。頑張ってください。はい、神谷若菜です。千葉県出身です。ベストスコアは65です。前半は2オーバーでした。後半はイーブンに戻せるように頑張ります。はい、頑張ってください。お願いします。はい、10番ホール、パー4です。超アゲンストです。右から右ラフ、問題はなさそうです。ドローがかかってフェアウェイの真ん中に飛んでいます。ナイスショットです。ナイスショット。ちょっとドローがここに過ぎて左ラフに、はい、バンカーまで行かないといいんですが、残り173ヤードですが、超アゲンストなので190ヤードは打たなくちゃなりません。今日は風に悩まされる選手が続出しております。クラブを5番ウッドに変えました。正解だと思います。かなり風強いです。200ヤード打たなきゃいけないかもしれません。ちょっと左に引っ掛け気味です。で、同じような距離に戻っています。これは気に宿ってしまいました。さあ、ドローがかかって乗るか。ちょっと右でした。かなり風に戻されました。神谷選手、残り約80ヤード弱、少し右の木の枝が結構あります。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。よいしょ、約20ヤードふわっと上げたいところです。ややオーバーでした。こちらも約20ヤード、転がしでしょうか。ナイスアプローチ。ナイスセーブ、ナイスパー。下りのフックラインです。かなり速いことです。苦しい出だしになってしまいました。ちょっと押し出してしまいました。ボギースワープでした。11番ホールパー3、166ヤードです。ドローヒッターはこの木の枝がすごく気にかかるところです。
今日のピンポジはドローヒッターの時はかなり難しいピンポジになります。ドローがかからずほとんどストレートボールでナイスオンです。ちょっと大きめでしたがナイスオンでした。昨日目から若干ドローで、ピンの右ナイスオンです。ナイスオン。ちょっと右から出てしまい、右ラフと、暫定球になります。今度ちょっと左にです。暫定球は打ちましたがバンカー手前で止まっており、これが第2打目になります。残り約30ヤード。グリーンは右から左に傾斜しておりますので、フックライン。こちらから登っているので、落としどころはピン手前7、8ヤードという感じになります。エアグラウンドになっており、難しいショットです。実際のタッチが要求されます。ちょっと大きめか、ちょっと大きかった。今回は逆に下りのラインとなります。下りのスライスラインですが、落としどころはピン手前3ヤード程度でしょうか。お、ナイスです。はい、惜しい。竹本選手は今のアプローチのスピードを見ているので、曲がり具合も理解していると思います。これも速い。ちょっと大きい。90度以上の角度で曲がると思います。非常に難しいバーディーパットです。いや、それではちょっと角度が足りなかったようです。でもナイスタッチ。ナイスパー。さっきの下りと同じ距離が残っていますが、かなり強めに打たないと届きません。ゴルフあるあるのショートになってしまいました。下りオーバー、上りショート、ゴルフあるあるです。ボギーで下げたいところです。うん、ナイスパット。白鸚カントリークラブの名物ホールにやってまいりました。風はフォローになっています。バンカーが9個あります。距離は300ヤードなのでフェアウェイキープ必須です。
カのドローがかかったショットですが、ドローはかかりきらずにバンカーに落ちました。ここはクラブ選択が難しいと思います。これもドローで攻めます。ドローが変わって綺麗にフェアウェイキープです。ナイスショット。ナイスショット。綺麗なドローでフェアウェイの真ん中です。このホールはティーグラウンドから180ヤードぐらいが一番フェアウェイが広くなっています。そこに落として残り30ヤードです。チャットリングでしょうでした。バンカーです。ショート、アゲンストです。アゲンストの上り140は打ちたいと思いました。同じく127、8ヤード上げているので135を打ちたいところです。綺麗に入りましたが距離はどうでしょうか。ああショート、風がアゲンストがかなり強くなってきました。こちら残り120ヤード程度ですが、かなりアゲンストの風が吹いているので130ヤードぐらいは打ちたいところです。ちょっと右に押し出した感がありますがナイスオンです。グリーン右にナイスオンです。約15ヤードバンカーショットです。綺麗に出しました。傾斜に沿って寄っています。ナイスショット。ピンが手前、グリーンから5ヤードのところに切られているので直接グリーンを落とせないところですが、難しいところ、バンカーからうまく乗せてきました。下りのフックラインです。かなりフックします。おお、ナイスバーディー。ああちょっと強かった。バンカーからの難しいショットをここまで寄せてきました。サンドセーブなるか。ナイスセーブ、ナイスサンドセーブ。